みーさん おはれな、起きてくれた、みんな。久々、なんか足が痛すぎて寝れなくてもがいてた。そしたらこんな時間になった。眠かったのに寝れなくてもがいてたうん、久々、そう寝てないんだよね。全然寝るけどね、今から。今日もゆっくりできる日っぽいので通知か、ナイス通知起こされる側にしたら迷惑だろうけど、おはよう、久々におはよう。マジで足取れそうなぐらい痛くて、寝たかったのに寝れなかった。普通にどんだけしてきしてよ足もげちゃう、もげれな普通にお仕事頑張ってね。愛知で離れるんだ。そうなんだ、お久しぶりです。朝配信な、準備中。偉いね、頑張ってて。準備が一番嫌だから、何事もすっぴん嫌だ普通に。え、なんか普通になんか踊った後は足が痛くなるから、そう、治んないんだよね外反母趾的な、違うけど、種類、痛みの種類で言ったら、なんか使ったら痛くなっちゃうのは当たり前みたいな。夏休みあるんだおはようボイス、そう、おはようボイスだよ。モーニングボイス、モーニングボイスなう朝感あるでしょ、眠いし眠いもん眠いからね、朝感あるでしょ。寝てないからないか。初見さん、おはよう。朝めっちゃめちゃかわですかね。湿布ね、貼ってないんだよね。湿布なくて、家に。なんか前にユアがいっぱい家にあるからって言ってたけど、毎日忘れたって言って、湿布ないんだよね。買いに行かないと、マジで。痛みの種類むず、知覚過敏はむずすぎて無理おはよう、普通にむずいなそれね、マジで早く買わないと、もうなんか痛すぎて寝れない、普通に。え、なんか一回5時前に、4時半ぐらいによし寝れるって思ったんだけど、なんか携帯置いたらもう足が痛いってなってうるさいな朝から足が痛いってなって、で寝れなかった。携帯いじっちゃった、でいじっちゃった。え、15分でやめます。15分でちゃんと寝ます、私いい湿布教えて公演終わりはアイシングしてます、ちゃんと冷やしてます。マジ冷たすぎて、なんか反省会の時に足冷やしてるんだけど、もうなんか冷たすぎてなんかもう反省会の話が一個も入ってこないの。やばい、足冷たみたいな。こんなこと言っちゃダメなんですけどちゃんと聞いてますけどってちゃんと言っとかないとね。 MC 面白いですか。なんか同期にねめっちゃ言われる、もう書きれながら MC、 なんか前半後半 MC なんですけど、最近は前半 MC とかユニット MC のメンバーにマジで書きれなが欲しいよって言われて、いい気分になってる毎回いい気分になってる。でも私はよくなんか体調が悪かったりするから、そういう時はなんか MC もうだんまりなので普段ね MC 喋りすぎて、なんかあのかきれなが喋らなかったらすぐになんか あれかきれななんか体調悪いのってちょっとバレちゃうバレちゃうっていう。ちょうだいあげんの、ちょうだいちょうだいね、
目がいいとか言われるけど、もう目つぶってる、もうないようなもんだからね、レオの目なんてマジで本当にね、そう、もう痛すぎて寝れなくて終わったと思って、そう、垣根の取り合いしてくれるの、みんながいつもいい取り合いかどうかわからないけどね、 MC に垣根の1台欲しいとか言われても、まあいい気分にはなってるけど毎回マジでガヤやめてそう、なんか喋ってない時はすぐにバレるみんなに多分あれ垣根ちょっとおかしいななんでこんなに喋ってないのなんかあるんだろうって思われる優しいね、無理やしてほしくない、優しすぎるうん、そう、ちゃんとねニコニコしてるよそう、 1MC に1人欲しいらしい、垣根が1台、垣根の1台欲しいらしい、参加したいんでしょした方がいい、したいんでしょ、参加していいよHMC に1台垣根が必要らしい。でもみんな普通に喋れてると思うけど、最初に比べたら全然ねでもやっぱりなんか MC は言われますね、なんかもうちょっと頑張ろうって感じで、個人的には MC 面白いんだけど毎回でも前半 MC とかユニット MC は着替えてるから、自分があんまり聞くことなくて、でも着替えてて裏でモニターとかでちゃんと見て聞くことあるけど、みんなちゃんと喋れてるって思うけど、普通に裏とかで笑ってるもん、え、おもろーとか言って、え、なにこれとか、なんか前とか歌ってたじゃん、なんかなんだっけ、枯葉歌ってたから、なんか、え、なんか歌ってるんだけどみたいな、着替えながら聞いてて、あ、みんな歌うんだみたいなとかちゃんと聞いてます裏でちゃんとね聞いてますよっていう牛、頭の後ろにつけて、かわいい、知ってるよあ、見てたい派ねぽいわ、見てる派だね、きっと。おはよう、森レナあるある、かわちいね、知ってるよね、え、MC 楽しいけどね、どうなんだろう、ユニット突然派、いい声なの、ありがとう、あざあざあざうんうん、欲しい TJ ってだけ、え、だよね、それ思ったよ絶対ね、え、あんまり褒められてる気分になんないんだよ、よく考えたらね、その時はなんか嬉しいよ、え、かきれな来てほしいとか言われたらさ、なんかそんな嬉しいじゃん、えーみたいな、レナもみんなって MC したいなってなるけど、よく考えたらなんかよく喋るマンだから助かるみたいないてくれたら助かるみたいなって感じだよね、きっと。あんまり何分とか決まってないですね、着替え、なんかつなぎですね、着替え終わったなって感じまあ大体はまあ決まってるけど、どんぐらいってメール返信しない方がいい、なんでなんで、届いてない、届いてるよ普通に、何の MC だろう、なんかこの間キッズ公演でもなんか24だっけの K2 公演の時になんか3人 MC になんか当てはめられちゃってでなんかめっちゃ早着替えだったの、あのハートも早着替えでマジで焦った、ドレスを逆に着ちゃって、逆逆みたいな、石尾さんに手伝ってもらってたんだけど裏 でその後にさ真顔で出ないとダメだから、もうマジふーって感じだったおはよう、マジ久々だよね、
本当に内調を応援したらなんか誰々が方針いいみたいなやつだよね。やった、小学校の時やったな。早着が全然得意じゃない、着がやだ、早着が本当にやだ、本当にやだ、早着ができないです。もう早着がやってなったら、そのなんか台本が届いた瞬間に、なんかその予定表が届いた瞬間にもうなんか一生焦ってる、その早着がだけで。でも K2 の時もリハでやりました。ちゃんと MC からの着替えちゃんとやった試合がびっくりしてたね。なんかマネージャーさんとかにも言われた気がする、なんか研究生で3人 MC に出るのは多分ないと思うみたいないや知らないけど、なんでレナなの普通にもうなんか大丈夫かなと思って。でも楽しい MC でした。なんか3人でも全然なんか制服の目って3人とかないじゃん、4人、5人か、あのユニット明けも何人かいるでしょう。なんか3人ってあんまないなと思って、3人とか大丈夫かなみたいな、しかも私が入って大丈夫って思ったんですけど、案外6時仕事頑張ってね、いってらっしゃい、頑張れ頑張れ。ちょ手振ろうと思ったけど今布団の中に手入ってるから頑張れ頑張れって2回言っといた。なんかって感じだの、全然届いてるよ、全然届いてるよ、全然届いてるです、全然届いてるです。マスそう、なぜかねめっちゃ裏でね、なんか着替えてた、早く早着替え苦手なんだよね、重みを感じる。そうなんでいいことだよね。でもわかんないけど、あ、変えてみよう。はい、まだ見てない人います、おかしいですとりあえず導入ってこと。いやそれの誰ですか、もろすぎて。いやマジでなんか本当に話したのが本当にマジでもうあの MC で3言目ぐらいだったもん。それ前、その以前に、でも目合うところはめっちゃあって、フィップさんと。だから目はめっちゃあってたけど、だからなんか謎になんか喋ってない先輩たちも公演中にたくさん目が合ってたら喋ってる気がするんだよね。なんか心で通じ合う的な。なんかそんな感じがするんですよ。だからなんか、一言目っていうか初見でも喋りやすく感じる、なんか先に公園でたくさん目があってたら、だからそういう感じ。なんかまだ見てなくていや謝る気ないやん、早く見てよ、すぐにリアタイでしょ全部久しぶりの朝配信でございます。おはよう、いってらっしゃい、みんな早いね。そのなんか目があったらなんか話した気分になっちゃうっていう感じ。何する DD の人あるあるジムリアタイのハードルか、いや高くないよ、3公演ね全部リアタイしたよね目が合って友達だったら話したら結婚レベルってこと段階がね早すぎて最近寝落ちしないな、あれな、楽しいシンドロームだね、だねいい公演の感想なんかあんまりみんなから届いてない気がするんだよな、あれな。なんかこの曲が良かったとかなかった気がする。何が良かった、見てないってなことはそれが全部良かったか、見てないか全部見たか、どっちかだよ。これに関してはどっちかしか選択肢はない、あげない。どうだったん？はい、見てないおはよう、おはおはー観測早く、マジ待ってるから毎日待ってる7日曲陽気だよね、
うん、でも中局は自分的にマジでもう低レベルすぎて、普通になんかもうちょっと頑張ろうってなってます今。受験だった。おもろい、普通にそれもすごいおもろいな。楽しってだってなんなの。ねえ、そこに悩まないで、朝からまだ6時だよ、6時1分でそんなことに悩まないで。あー、動く公園だなっては思った。めっちゃ動くね、ほんとにマジで。そう、見送り座ってました。なに、K2 公園ならいっぱいおんの？ほんとにいっぱいおんの？教えてよ、なに教えて、どこが良くて何が良くて、どこが良くてどこが何が良かったですか？教えてもらっていいですか？今すぐ。お待ちしてたの、おはよう。でもなんか全部公演の種類が本当に違すぎて、なんかもう踊ってるこっちもなんか踊ってるこっちもなんか難しい。なんか K2 公演の調子のまま E 公演に出ちゃったら絶対にもう絶対違うじゃん、そんなの違うし、違うんだよね。でも制服の目とかもまた違うから、もうほんとなんかさ、公演っていうかさ、もうなんか曲じゃん、もうあれ、なんかもう30曲ぐらいあるじゃん、その曲で言ったらね、その3公演で言ったら全部の曲がもうなんか似てる曲とかないからさ、難しいって感じ、アイドルむずって感じ。感じた、最近感じたこと、アイドルむずい。おもろいんだよね、でもなんか踊っててこの曲とこの曲似てそうだなみたいな思うじゃん、なんか制服の目のこの曲とこの曲のちょっと感じはちょっと似てるかなみたいな、マジ踊ってみたら全然違うみたいな、まあ、先輩と一緒に踊ったらか気づくよね、全然違うじゃんみたいな。予習なしだったね、予習なしだった、確かにね、こっちはなんか練習してるからさ曲覚えるじゃん、あれだけど。見てよ、アーカイブ早く見て、いいも決公演も、ねえ、仕事頑張ってね、頑張って、後半聞く、指差しミスって、あーあの、いいねね、いいねね、あれね、あれさ、あれの分かんなくて、なんかさ、先輩たちとのリハ少なかった、でなんか歌ってる人にあのグッジョブやるのかと思ったの、いいねのグッジョブをやるのかと思ってたんだけど違くて、マジで焦った、マジ焦りました。今日なんかあの愛さんとマジでなんか近くなんだよね、立ち位置が、だからなんかハイタッチもするし、えマジ定点で見てほしい、ハイタッチのところマジでマジで。いやマジアイドル大変だから。普通に最近分かってきた。最近ね、最近ちょっとなんかむずいなって感じられるようになってきた、やっとね、本当にちょっとずつカリスマに近づいてるかな。本当にすごい覚えてて。いい眠りにつけそうだこれから。あ、ユニットが好き、いいね、ユニットめっちゃいい曲だよね、マジわかる、それな、それな。それな。あ、そうそう、いいねの、あの座りのところね。でもさ、なんか定点で見たのね、そこ見たんだけど、なんかレナのさ足の座り方がなんかダサすぎて、スカートがめっちゃなんか広がって見えてんのね、あれなんか、でもなんか定点じゃないよ、振り部位はやって座ってるんだけど、どうなんだろう、なんか多分定点で見た人はなんかかきれのだけなんかめっちゃなんか座り方おかしく、しゃがみ方おかしくないみたいな。思った人いないか、いないとかの分かんないけど、なんかレナだけめっちゃ気になっちゃったんだよね、けど座り方もなんかちゃんと見て合ってるはずなんだけどって思った、分かんなかった。
仕事頑張ってね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いた、目に入る。前髪切ったのに目に入る。バーイ。え、本当に気になかった、気になんなかった。むずいんだよね。そう、しゃがみとか見ないとダメだからさ。しゃがんだ時に右足立てとかさ、前足立てとかあるじゃん。え、でも間違ったんだよね。そう、それも間違ってた。一個間違ったとこあったんだよ、アンコールの。ね、こっちこっちみたいな感じでやられてたよね。アサレナです。ゴールドブースケアのセミのところは見てた。あー、いいよね、わかる。レナはなんかあの最初が好きです。じゃん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 に行くところが。初見殺しすぎて無理。誰もわからないよねきっと。あそこのイントロ、イントロのところがめっちゃね苦戦したの、あそこのダンスが。集まってて、あ、分かってくれたの、ありがとう。集まっててじゃーん、で2回ポーズして、その後に広がったところのダンスがねめっちゃ難かったんだよね。うんうん、え、多分横向いてたとこ、え、どこ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 、怖い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 。え、どこどこどこ、趣味って動かない。え、どこ、やだ怖い、無理。どこどこどこ、え、どこ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 。イントロドンの方が正確だよ。いや、ゾクゾクするかわからないけど。それもおもろい。グッモーニング。どこだろう。やだな、どこだったはず、無理。はずいとか言ってる場合じゃないよね。どこだろうな。今さ、カーテンの中にいんの、レナ。部屋が真っ暗すぎて、カーテンの中にいます。カーテン閉じたらマジ、真っ暗すぎてやばい。普通に。カーテンの中にいるだから。普通に日のたぼっこみたいになってる。太陽入ってないけど。反省会してくる人ちなるおもろ。こことこことここと、ここが違ったよみたいな、おもろ。にはーとか言われた、普通に。カーテンの中にいるんだよね。部屋が暗すぎてカーテンに頭を入れないと明かりがわからない。明かりがつかなくて、明かりつけてないけど。おはようございます。いやマジね、暗いんだよね。8月ですね。部屋の隅っこだよ。めっちゃ隅っこですよ。めっちゃ隅っこです。はい。めっちゃ隅っこなんですけど。普通に明るいけど、これカーテン閉じたら、マジ真っ暗だから。やばいぐらい真っ暗でしょ。だからマジでね、普通にこうやってほら、カーテン入ってる。普通になんかカーテン開けてるとかじゃなくて、普通に入ってる、カーテンの中にこうやってこう入ってます今。そう、でも太陽のね光ないんだよね。だからなんか普通に外の明かりみたい。外暑そう、やだー。うんうん、マジ真っ暗。これさ、なんか画面が真っ暗だったらさ、なんか落ちちゃうんだよね、多分配信できなくなるんだよね。なんか朝配信の時にこの画面を開いて電気つけたりカーテン開けようと思った時になんか画面がつかなくて
つかなくてっていうか、あの映んなくて、自分が真っ暗すぎたら普通になんか暗いから暗い画面が映ってるとかじゃなくて、普通に画面がもうなんか映んなくて、ごめん、そう手持ってるんですけど、あのいてててて、恋つる、ちょっと動きすぎだよね、ごめんね、動きすぎだよね。電気や、本当は電気通ってない人ってこと。受けたそれ。本当は電気通ってないからカーテンの中にいるってこと。おもろい。ねえ、いけない、あんたやめて。それだけは使いませんね、ライト系。え、でもなんか携帯のライトを上げたら結構あの明るく見えるようになる。そう、なんか画面が真っ暗みたいな。足もうめっちゃつるし、つりやすい体質なんかな、多分だと思います。初見さん綺麗なはずず、うらやま。もうなんかずっといる人みたいなコメントなんだけど、ウケる、普通にありがとうございます。そんな褒めてくれんのに初見だったんだ、まさかのとか言ったらダメだよね、まよー。え、多分そう、なんか普段から水分飲まなさすぎてやばいんだよね。あとなんか公演中とかなんか塩分チャージ食べなさいみたいなとか、なんかあのポッカリ、アクエリ、ポカリか、ポカリをなんか飲みなさいみたいな、飲んだ方がいいよみたいな言われるんだけど、なんかそういう系があんまり好きじゃないんだよね。好きじゃないから、だからなんかいつも飲んでない、食べてないし、だから多分つっちゃうんだと思う。待って、そういうこと？足つって指つってお肌ツルツルってこと？でも足で安いんで、何持ってんの？え、そういうこと？消えちゃったってこと？アカウントが。そうなんだ。僕も初見でーす。違った。どういうこと、何が何が。ツルツルじゃないよ、掴んだ。ツルツルじゃないよ。なんかベトベトしてんのが嫌なのね。だからなんか昨日も、昨日っていうかなんか今日は、ん、今日、昨日の夜か、あのお風呂入って化粧水とか乳液塗るじゃん、もう塗るのがめっちゃ嫌いなのね、レナ。だから時間ある時とかはなんか化粧水塗ってドライヤーで顔を乾かして、で乳液塗ってなんかドライヤーを乾かして顔を乾かすみたいなやるんだけど、なんかめんどくさすぎて、なんかベトベトのまま、ベトベトってなんか汗かいてる人みたいだけど、乳液塗ってちょっと増してすぐになんかもう 寝たっていうか、布団に入ったの、電気消して、もう そしたらもう寝れなさすぎて、もう髪の毛とかさ顔につくじゃん、もうそれが嫌すぎて寝れなくて、もうなんかずっとこうやってもう顔に気がつくのが嫌で苦しんでた。ドライヤー当てに行こっかなって思ったけど、さすがになんか電気消したし、なんかさすがになんかダメかなって、わがままかなって思って、それだけでドライヤーを顔に当てに行くのはわがままかなって思ったからやめた。さすがにやめました。でもなんかレナの塩分チャージをココミさんが食べてくれて、なんか食べましたって言っといた今日は。おつるさん夏い。ね、なんかあれ、なんか外の気温と劇場入ってからの気温の差がすごいから、そこで熱中症になりやすいみたいな言ってた。足痛いの治りますよ、ありがとう。それな、ほぼ顔というかもうまず目が合わないから
まずね。じゃあベトベトにしとこう、乳液で。え、やるよね。え、乾かすのやるよね。うん、マジでやるの。なんか寝れなくて、そのなんかベトベトのままじゃん。けどなんかパウダーとか塗るのも嫌じゃん。なんか寝る、なんか寝れますみたいなあるけど、嫌だ、嫌だよね。なんかそれはそれで、なんかそこまではさすがになんかしないけどって感じ。おつにじおつにじおつにじめっちゃ合ってます。めっちゃ合ってるでやんす。おつにじかわいい、好きです。おつにじはタイミングよくあ、そういうこと？だから逆にタイミングよく目が合うときだけ合ってってことでしょ。合わないときは合わないって、やばいやばい、バレる、カーテン暮らしがバレる。こんにちは。そうなんだよね、うちなんかベトベトが嫌なんだよね。なんかメイクするときもマジでなんか嫌で、なんか本当はなんかファンデーションとかも塗りたくないんですよ。もうすっぴんで、え、マジこの間ね、メイクしながらなんか、え、マジですっぴんでもう公園出たいみたいな言ってた。すっぴんで公園出たいみたいな、ダメかなみたいな、もうファンの人そっちの方が喜ぶでしょ絶対とか言って、それをなんかメイクせずに投げてたけど、もう時間が時間で、はあ、やんないとってなって頑張ってメイクしてた。そういうね、言い訳を 言っちゃうっていう。はなはなは昨日一緒にラーメン食べに行きました、夜に。たくさんお話ししました。あ、確かにいい公園あった。いやあれ合うでしょ。あれ合わないと逆におかしいでしょ。あれはもうパンサしないやつじゃん、レナが。逆にあれで。でしょ、いいでしょ。みんなはね、みんな的にはスピンで出てもいいだろうけど、いや嫌な人は確かに嫌な人は嫌かな。みんながみんないいわけではないか。ね、焼ける、うわ、夢に出てきました。え、そうなの、なんでかけるのじゃないの、やばあー、薄メイクですって言って、なんか嫌なんだよねメイク。一回始めちゃったらもうやるしかないから。え、なんかさなんか軽いメイクができなくて、レナなんか一回やり始めたらなんか全部やっちゃうんだよね。なんか元がそんなにあんまりさ手が凝ってないから、メイクに適当すぎてさ、もうちょっと頑張りなさいって感じだからさ、だからあれなんだよね。うーん、気持ちが足りないからね。で、直してきて。こっちに気持ち求めんな。そっちの気持ちだから。こっちじゃなくてそっち。こっちそっちです。めんどくさいよね。そうなんだよ。めんどくさいんだよね。だって1400ミリがなくなるまで塗りたくる。パウダーとかってこと？え、なんかさ、なんかレナね、公演の時のメイク言っていい？まず顔洗うじゃん、汗かくから、リハとかで。んでパックします。でそっからなんか下地を塗るんですけど、その段階が、え、下地塗って、でなんかパウダー塗ってサラサラにしてから やるんですよ。アイメイクとかチークとかやるんだけど、なんかもうね、パウダー塗ってもサラサラにならないの。そう、なんかめっちゃあれ、なんかパック使ってるやつがさ、なんかめっちゃベトベトになるやつで、なんかティッシュオフもしてるしやってるんだけど、もうなんかしかもね、なんか5分ぐらいそのまま置いてなんか肌を乾かしてもずっとベトベトなの。マジそれがやばすぎて、本当に。だからなんかいつもメイクを諦めたくなるんだよね。ね、すっぴんでもいいけど、公園はすっぴんじゃない方がいいよね。さすがに。いや、すっぴんで出ないけど。出る可能性がある発言だった。今。メイク映えするお顔だと思う。え、本当に？あ、それよく言われる、でも。自分でも思うしね、それは。
いやでもそこはドライヤー使わない。なんか手でパタパタしてる。乾かしてる。手でパタパタ乾かす派です。そう、美容液たっぷりのやつ。いや、ギトギト違うから。やめて。ベタベタはまだいいとして。ベタベタでもなんかちゃんと乳液のとかさ、パックのとかつけないと。でギトギトアウトすぎ、普通に。握手会とかで、ね、握手会とかのすっぴんなの。そっちの方がやだ。そっちの方がさ、なんか近くで見られるからさ、なんかメイクしてないじゃんってなるじゃん。みんなはなんかかっこよくしたりさ、可愛くして会いに来てくれてるのにさ、こっちもさ、なんかすっぴんでさ、ヤッホーみたいな感じだったらさ、ダメでしょ、さすがに。誠意の問題だよ、そこは。でさ、公園もだけど、公園に関してはさ、なんかたくさん汗かくしって感じじゃん。正味なんかリップぐらいだったらなんかみんなもわかるかな、わかんないかなみたいな感じだけど、結婚していいよさすがにそこはね、なんか誠意の問題かなみたいな思った。やばい、こうやってえ、終わろう、マジやばい、時間やばい、やばいよ、やばいよ、おやすみおやすみね、結婚ね、いよーんってコメントかそったから終わりますね、遅すぎだよね、わかる。見て、ちゃんと持ってんの、こうやって来ないように持ってます持ってる、ちゃんとおやすみ、おやすみっていうか、ごめんね、みんなおはよう、頑張れだよね。めちゃかわだったの、嘘、知ってるけど見たおやすみなさい、またね。15分しか経ってなくないから、みそれな、ずっとこうやって持ってるの、やばいん、準備頑張ってね。ね、スマホとかって面白すぎて、しかもめっちゃ家のね、角だから、部屋のね、なんか誰もいないけど誰かに見られたら、なんか一番恥ずかしい、あのなんかことをしているなって今思う。誰もさ、見られる人いないけど、片手で窓に向かって喋って、左手でカーテンを持って、家の角でこうやってなんか一人でいたら見られたら、外から見たらおもろいんだろうなって半目なのにありがとう、たくさん話してくれて今来たばっか、あと30分で会社に着くそんなわがままは聞きませんよ、私には。終わっちゃいます、頑張ってね、でかい声でおはようボイスおはよう、寝起きだから低い声でいかないと、おはよう、おはよう終わります。言えないけど言っちゃったから一緒だよ、見られてても寝れますっていうか、もう寝れなさそうになってきたけど、寝るしかないよね、頑張って寝るよ。マジ謎すぎて、あーね、レナね、そうなんだよね、衣装公開してなくて、オフショット送ってなくて、そう送ってなくて、なんかあげていいのかなと思ってて、先輩たちあげてるなと思ってあげた。最近茶色系だったよね、似合う、本当に嬉しみ30分で確かに、なんかアラームに起こされるのマジで嫌だよね、わかる。え、なんかね、今日ね、公演の前に普通に起きて公演の準備をしてたの、準備っていうか家出る準備をしてて、でなんかあのアラーム止めて家出たと、あ、用意してたと思ったらまだアラームが1個残ってたのね、おはよう。んでなんかあのアラームが1個残ってて、顔洗ってる時とか、なんか洗面台にいる時に
布団の上で携帯がもうビー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 鳴っててマジでだるいと思って、本当にマジ止めに行くのがもうだるすぎて、なんで消してなかったんだ自分ってなった。おはよう、おはよう寝起きみたい。いや、これから通勤なんだね、通勤中って人めっちゃいる。朝久々だったけどよくいたな朝って思った。寝れなです、今から寝起きメール返信待ってます。うん、なんかね、先輩たちとか同期公開してんのかな、何人か見て、なんかずっとなんか送らずにいたのね、早く送りたいなとか思ってたんだけどまだダメだよねと思って、けど昨日あの X のあげる写真に選んだら何も言われなかったから、あ、もうあげていいんだと思ってそう、座ってるやつ、はじめまして。だからなんかメールでオフショー送りたいと思います。じゃなくて今日は、あ、昨日か、昨日だ、昨日だ、昨日、やばいやばいやばいやばばばーですね、やばばばーだ、やばばばーだ、やばばだ。確かにそれなるでしょ、だるかったのね、やばいね。 JK のレナは、え、準備中だったのかな今頃。え、寝てたね、まだ7時起きぐらいだった気がする。え、マジ起きて20分とかで家出てた。うん、7時起きでした、7時前起き、50分起きぐらいやばいね12時まで、やば、普通にやば、やばば、よかったよかった、やばばだね。しかねろ、ありがとう、お仕事いってらっしゃい、さよなら。みんな今日も頑張りましょう、今日も頑張ろうね、マジで金曜日に今度会いましょう。寝るか、寝る人いんのこれから。電車が長いメール来てた。どういうこと、どういうこと。ああ、電車で。あ、そうなんだよね。ね、電車でね、メール送ってた。でもなんかね、朝がね、満員電車だったから、なんか後ろに、なんか、レナさ、なんか懸命懸命とかさ、なんか、おはようとか言ってんじゃん。なんか、誰にこの子は、なんかメール送ってるんだみたいな。多分思われてたと思う。なんかメールってさ、懸命だけめっちゃどでかく映るじゃん。やばい、ピント終わった。ハロー。ね、映るでしょ。だからなんか恥ずかしかった、めっちゃ。おはようとかびっくりマークびっくりマークみたいなやってる件名がどでかく画面に映ってるが、頑張れな、ありがとう、仕事仕事頑張って、寝ないで、目覚まし配信になった、ありがとう、寝ずしなんか機嫌起こされたから二度寝、あ、いいじゃん、二度寝して嬉しそうじゃん、でも起こされてそうなんだよね、メール送る人、しかもなんか仕事系のメールだったらまだわかるけどさ、なんかおはようびっくりマークびっくりマークみたいな感じ。え、電車マジずっと立ってたからね。え、マジで3年間でマジで数えるぐらいしかね座れたことない、本当にやばいよね。普通になんか普通になんかど田舎のくせに朝だけなんか多いんだよねマジでで帰りはなんか後輩に席を取られるっていうあー、取られちゃった目の前で取られたみたいな、取られるんですよね後輩にレナ一人で帰ってるからさ、取られるのいつもだからいつもなんか、あたふたしてる電車の中でで帰りもなんか気まずすぎてなんかずっと立って帰ることになるっていう。え、髪の毛ボサボサじゃん、やばいやばいやばい、こうやってやってたからか100回目ありがとう。そうそうなの、取られちゃったと思って気まずくて取って帰るってことでみんな頑張りましょう今日もお、バスなんだ、朝から疲れるね、暑いしねマジでねえねえ、やだ、帰ることか言わないで。でもガチアタフトだよ。マジで。マジでアタフトしてたから。本当にね。
マジアタフトだから、カエルカーだから、俺カエルカ代表だからさ、電車でもアタフトしちゃうんだよねさすがに。で、あの結局座れなくて、なんか一回座ろうとしてさ、なんか先にさって入られたら違うとこも座るの気まずくなっちゃってで扉のところで立って帰る。あの扉のさあるじゃん、一番いる場所ね、人が立ってるところで人がいる場所、そこ違った太すぎて、すやすやおやすみ2にやめてねえ、マリとかやだ結局ね、結局あの扉の開くところにいるんですよ帰りまでマジだるいとか思って座ればいいのに、座ればいいんだけど、なんかえマジで席取られたみたいな、根に持ってんのずっと、もう横とか嫌だみたいな、で席取られた人の横とか座れないから、だからもう扉のところでいいやみたいな思って、そうちょっと気まずかった、帰りの電車とかちょっと苦手だったんだよね、だから一人は嫌なの実は。イスストーリーイストリーゲームアタフトはまだ可愛いじゃん、電車でアタフト嫌でしょ、一人だしね。うんうん、攻撃きた。はい、ってことでアタフタカエルカ野郎は寝ますカエルカ野郎は寝ますねそう落ち着くっていうかね、もうなんか限りのスペースだったから、そこはマジでそう根に持つタイプなの。さいなら、今日も頑張りましょう。なんかじゃあ一旦暑そうか見てみるね、みんなが今から家出ると思うから。外は爽やかそうだよ爽やかそうだから今日も頑張ろうってことでさようなら、今日も頑張りましょうね、暑いけど爽やかだから頑張ってね、今日も頑張ろうね、暑いわ暑いですいや爽やかだよ、レナが見た感じで爽やかだから、今日は爽やかな日なんだよ、暑くなく爽やかです、またねおはようございます。やめてやだ携帯も一緒に動かそう次からバイバーイ、ありがとう、久々なのに起きてくれて、みんな頑張ってね、お仕事爽やかだから頑張ろう、寝れるといいね、ありがとう。セミ鳴いてるんだ、嫌だねセミ、セミが鳴いてても爽やかだよありがとう、バイバーイ、朝メールに写真つけて送ります、届くかなキノブーたまたま起きただけだよちゃんと起きただけ、ツンデレだな、またね、ありがとう、配信ありがとう、ありがとう、バイバーイ、バイ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 、じゃあね、またね、おやすみ、頑張ってねー、バイバーイ。いや朝メール最近送ってたんだって、届いてなかっただけだから、だってさ昨日送ってないけど一昨日送ったし、マジこれガチ、これがマジだからね、なんかシステムの問題せいにして、なんか本当送ってないのに、なんか届いてない風になんか送ってましたみたいな言ってる人みたいになってるかもしれないけど、マジ送ったからマジ送ったから、なんか昨日の夜の、あの昨日の夜のお風呂入ったのはなんか入浴剤入れたみたいなやったの、でもそれが送られてなかったから次のメールに書いてたでしょ何のさ、なんかこんなんさ、なんか必死に言ってたら本当にそんなんやってる人みたいじゃない、本当は送ってないけどちょっとなんか言い訳してるみたいなシステムのせいにしてる人みたいななってそう、ごめんちゃんそうだよ、ちゃんと送ったからね、今日もちゃんと送りますよ、今日の朝メールは
気分ちゃんと、もし送ってなかったから、もし送れられてなかったら今日の朝ね、システムの問題だからさすがに、だから今日は送られてますからさすがにね、嘘か、嘘、いや嘘じゃないしねえ、やった早口になってて無理、もうやだね、なんて言うのこれわかんないってことで終わります。外と共に終わりますね。それの嘘つきじゃん、嘘つきで終わってるじゃんはい、ちゃんと送るのでね、システムのせいにはしないですよ私はいっぱいメール来るかな、え、ね、送るよ、たくさん今日メールたくさん送ります。5通、目標5通でいくわ、一旦目標5でいきたいと思います、はい、5届かなかったらシステムの問題普通に普通にシステムです。もし5届いてなかったら、そうだね、うん、そういうこと、システムです4通とかでもシステム普通に、はい、ということでバイバーイ。やばい、たくさん喋りすぎちゃったよ、もうこんな時間なのに、ごめんねみんな、バイバーイ、さようなら、寝るけど、まあ、起きたら送りましたよ5通ね。写真で一言も、まあ、それもありだよ、それもね、そういうメールもいいでしょまたねー、おやすみねっちゃん、おやすみ、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、お疲れ、ありがとう、バイバーイ、いってらっしゃいね、久々いってらっしゃいです、バイバーイ、何文字バイバーイ、さよなら、さようなら、いってらっしゃい、バイバーイ。